んにちは。今日の動画はこの私が今やっているメイクを動画にしてみました。あのすっごい簡単な、めちゃめちゃめっちゃ簡単なちょっとしたカラーメイク、なんか全部じゃないけど部分的なカラーメイクで、ちょっと私はちょっとひまわりをイメージしてあのやってみました。色はねそんなたくさん使ってないんだけど、よかったら最後まで見ていってください。それではどうぞ。じゃあ早速メイクを始めていきたいと思います。まず下地に使うのがこのローラメルシエのファンデーションプライマーを使っていきます。出しすぎちゃったんだけどね、これを。あんまりこれは全然色とかないから保湿ジェルって感じで、今日なんでこれにしたかっていうと、今日使うファンデがあんまりそのなんて言うんだろう、油分的なのがないやつだから、ちょっと保湿がてらこれを塗りました。今日はお団子2つです。今日はめっちゃ動画撮る予定なので、ちょっと一日頑張ります。今日のファンデはこちらです。 NYX のトータルコントロール7番ナチュラルです。でこれをよくインスタとかでさ、よく見るやつじゃんね、こうやってねドロップドロップするやつですよ。でパンパン、スポンジで伸ばしていきます。スポンジ使うとささって伸ばせるし、このファンデはね超優れてるってわけじゃないけど別に悪いわけじゃない、すごい伸ばしやすい。でも本当にねサラサラになる感じ、あのあんまり油分とかが入ってないものになるので、あの夏は崩れにくくていいかなと思います。でもカバー力がめっちゃあるってわけでもないから、なんだろう、肌のトーンを均一にしてくれるって感じかな。私が最近ずっと使っているのはザ・セムのリップコンシーラーで 1.75 番っていう、この明るい方を目の下に、暗い方の2番を鼻のとことか、ちょっとこの辺がすっごい赤いからこの辺に伸ばしていきます。謎、なんで肌荒れしてるの、食べ過ぎだよね多分、絶対食べ過ぎだと、最近めっちゃ食べてるから。そしたら私はなんでかわかんないんだけど暗い方からこうやって伸ばしていきます。でもしかしたらアイシャドウが落ちてきちゃったりするかもしれないから、パウダーはちょっと後にします。あとこのファンデーション自体があんまりパウダー必要ないようなファンデだから、後でちょっと様子見で、あのその時に油っぽいのがちょっと出てきてたらパウダーをするっていう感じになります。はい、肌はこんな感じになりました。ちょっと唇の血色はなくてちょっとやだやだ。眉毛はいつも通り描いていきます。この3コンセプトアイのね、このシナモンっていうアイシャドウを使ってるんだけど、これね蓋が壊れてて、私のお気に入りっていうか新しく出した3コンセプトアイのあのメイクポーチの中にね、これがすっごいばらまかれててめっちゃ怒ってんの。これ自体はいいんだよね、これを眉尻に。もうちょっとフラットなブラシでこのフーラブロンザーをのせていきます。でちょっと今日のメイクね、ちょっとひまわりっぽいとか言って調子乗ったけど超簡単なのね、めっちゃ簡単で、本当に目めっちゃ簡単なんだけど、なんか明るい色のねなんかアイシャドウ系、アイシャドウとか、私はこの NYX のジャンボアイペンシルのミルク白なんだけど、これをちょっとあの乗せていきます。で目のくすみを取る感じだから、こういう明るい色だったら本当何でも大丈夫で、あんま塗りすぎちゃうとあの上から重ねるシャドウがすごいボテってなっちゃうから伸ばす。アディクションのザ・アイシャドウ46番、このホワイトパール系のシルバーっぽい感じの色を指でのせていきます。指でガンガン取ってこれを、そしたらちょっとここのね境目のところをね少しだけぼかしたいから、キャンメイクのシェーディング、マットフルールシェーディングの2番なんだけど、この2つの色とかこの辺をちょっと取って軽くぼかします。あんまり上まぶたをね濃くしたくないんだよね、なんか上まぶたにちょっとつられちゃうじゃん。じゃじゃーん、NYX の、UT シャドウパレットの4番、このいろんな色が入ってるやつです。
で今日使えるはこの辺とこれで、もう一個ね、もっとオレンジ、このね、ミックスのこのこれを使います。でまず黄色を、まずこの色、この色をこういう、まあ100均なんだけど、このブラシこういう大きめので大丈夫だから、これにとって下まぶたに塗っていきます。この色、目に近いところに塗っていきます。この NYX のダブルデアっていうこのオレンジ色のチーク、これをもうちょっと塗ってもどっちか、私はこの目、やっちゃったこの目尻のここのところだけ、オレンジっぽくなりすぎちゃったから、こっちの明るい方の黄色ちょっとぼかしていきます。黄色を足す。でそうするとね、この辺がね、超ちょっと血色悪く見えちゃうのね、この辺まで広がって、だからコンシーラーで整えます。最初コンシーラーを下に伸ばして、で余分なコンシーラーがなくなってきたら上にポンポンするとやりやすいです。ダークブラウンのペンシルアイライナーを使います。目のこの半分ぐらいまでしか引いてないんです。ビューラーとマスカラをしていきます。アンメイクのこのマスカラ下地と、もうちょっと黄色っぽくしたいなら黄色を足します。こっちの内側の方ちょっとオレンジすぎるよ。メイベリンのラッシュセンセーショナルのマスカラを使いたいと思います。下まつげにももちろんマスカラ塗ります。これちょっとバランスが取れる。今日使うシェーディングは久しぶりに出てきました、キャンメイクのマットフルールシェーディングを使います。ここについてるブラシをそのまま使う。でこの色を混ぜて全部で、あとおでこのとこ、フェイスライン。チークはね2色使います。まず1個はベネフィットのダンデライオンっていうこのピンクの薄ピンクのこれを使います。うわーってのせて、ちょっと見にくいんだけどねこの色で、この上にこのシューエムラのね503とかの、ね、一番人気色のこのピーチの色でもうなくなっちゃうんだけど、これを今日はちょっと横に伸ばしていきました。見にくいね、何だろうか。あ、そうゴールドのマスカラ、これ100均で買ったやつなんだけど、ツヤキラカラーメイクカラーラメマスカラ、これをさちょっとここに足したら可愛いなと思って、でちょっとだけカラーマスカラをつけました。でそばかすを今日は足していきたいから、もうマックのリップライナーなんだけど、リップペンシルオークっていう色、これをね鼻とかにトゥントゥンってします。ぼかしてリップだけねちょっと濃いめにしたくって、今日はちょっとリップ3本使うんだけど、前インスタライブでもねこのリップ出して、このこれどうやってやったんですかって質問が来てたんだけど、まずはイントゥイットっていうフィリピンのブランドのオレンジ色のリップをまず塗ります。オレンジだったら大体どんな色でも大丈夫。これをまずこうやって塗ります。あ、これでも可愛いね。次に NYX のエキストラクリーミーリップスティックの503番紫色のやつを重ねます。上から茶色になるんです。でもちょっと今ちょっと紫強いじゃん、だからもう一回オレンジを重ねます。でこの上にロイヤルパリのゴールドリップをこの中心に重ねて、 NYX のラブコントワゾールのこの左上のゴールドっぽいハイライトカラー、これを手に取って鼻のこのてっぺんのとこで、この鼻筋のとこちょっとここで目頭入れたら完成です。最後まで見てくれてありがとうございました。チャンネル登録と SNS のフォローをよかったらお願いします。次の動画もぜひぜひ見てください。それでは